県際参考、今日は八王子球場で創価高校と戦っています。1回に4点が出まして、この楽勝ペースかなと思ってましたが、その後、両軍ともずっとゼロが続きまして、7回の表県際参考がホームランも入れまして3点を挙げました。7対現在0となっております。ワンアウトです。今現在6番バッターが打っております。もちろん創価高校からは大きな応援が出てますが、実際参考も今センター横に行きました。セカンドまで行ってます。実際参考この回で抑えるかどうかというのが非常に大きなんです。今回抑えればこのコールドゲームが成立します。創価高校代打のお知らせをいたします。7番の柵山君に関しまして代打松田君、バッターは松田君、背番号15。今、日大のこの応援席には昨年の出場選手も来ております。スリーボールになってます。ストライク。フォアボールです。ラインが集まります。ここは抑えていただいてコールドゲームにしてもらいたいと思います。先行してます。スリーボールワンストライクです。さあその辺に門限ついてさ、船橋を9時に出た。で、すげえ気持ち悪くなって、船橋駅の近くのビルに寝てて。そうですけどね、あーフォアボールで満塁です。フォアク、文也君、これから先のことも考えてピッチで抑えてもらいたいと思います。
は既読つかず背番号20。なかなか目が離せない状態です。ストライク。ストライク。フルストライクです。ボール1球外しました。そう、三振。そう、ストライクです。日大三高、今日の試合、創価高校との対戦で1回に4点、この7回に3点入れまして7対0。そして後詰めの創価高校は今ツーアウトです。ここを抑えればコールドゲームになりますが、今満塁です。チャンスでもありピンチでもあるという、お互いにそうした状況になってます。ボールが先行しました。さっきもこういう状況でフォアボールが出てきました。ストライクを先行してもらいたいと思います。ストライク。大きな拍手が沸いてます。一塁側のスタンドです。日大三高側です。打ち上げました。さあファースト、セカンドが出ました。ああ、そこで今0点に抑えました。